で、この地に温室にちなんで神々を祀り、天の橋立温泉として大変好評を博した一宮がございます。一宮から歩いて5分の中域一番札所成合寺へ通じております。笠松公園には日本三景なくなった思ったらみんな道の駅でまだ開いてないんですけど、どうしてもこれを写真撮りたくて撮りました。どうも、関です。ここね、ボーロウスカイタワー3キロ、今からこの山道を3キロほど登って一つ目の目的地に向かっていきたいと思います。はい、という感じでね、到着しまして、着いたね。後ろに見えてるのがタワーね。今から見に行きたいと思います。ちょしか見たかんで、蝉の音もいいですね。はい、という感じです。しかしいい青空、めっちゃいい青空ですね。3、2、1、はい。うわー、怖ー。うわー、すごすごはい、もう実はもう1回見てしまったんですが、これ多分 YouTube に動画アップするので、 YouTube を見てる方向けに今から景色をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。じゃじゃーんと、はい、いかがですか。こんな感じです。すごいや、多分今向こう側から来て、こう来て、こっちが日本海ですね。ぐーっと。で、これ、舞鶴湾はね、リアス式海岸と言って、はい、もともとここは多分山あいだったんですけど、長い浸食によって、どんどんこうね、沈没していって、なったのがリアス式海岸。でね、スペインのリアス、から由来らしいんですけど、でこっちに行くと今ちょうどねこの辺に戦艦が見えてるんですけど、見えへんか、あっち側赤レンガパークとかがあって、あそこに今戦艦が見えてますけど、海上自衛隊の方が向こう側にあるような感じですね。じゃ一旦ね、この上の展望台の方に登ってみたいと思います。あ、書いてるわ、海事カレーって。元気でいいですね。東京とは絶対同じぐらい。お、こっち。すごいすごい。さらに上になったね。すごい。すごいすごいすごい。あ、下、さっき言ったとこ。はい、という感じで、今ね、この場所から西の方向を向いてるので、まあ、九州方面を向いてるというかわかんないですけど、こっちかな、九州方面、うん、っていう感じでやってます。まあちょっとこれ見ててもわかんないですけど、すごい景色ですね。うん、やっぱさっきのあそこ下で今見てましたけど、それで見るよりもさらによりいい感じに見えるような気がします。はい、いつも僕は受け売りの知識ばっかしなんですけど、舞鶴港はね、121年前の1901年に開港したリアス式海岸となっております。さっきも言ったんですけど、リアス式海岸ってもともとこれ全部海じゃなかったみたいで、もともと陸地やったみたいで、長い年月でこう浸食されて水没してってこういう風になったらしいですよ。あ、でリアスっていうのはスペインのアストリア地方の山地の長いこう入り江の名称がリアって言われるらしくて、リアス式海岸っていう名前がついたらしいですね。特徴的なのが、調べてて思ったのが、ふーんと思ったのが、こういう感じの作りになってるから、海外の大型の軍艦とかが入ってきづらいから、こう軍港、軍の
港に最適だったみたいですね。まあ、例えば海外のこう軍艦が入ってきても向こうもこっちも左右からこう砲撃ができたりとかっていうのでめちゃめちゃいい立地らしいですよっていう受け売りの知識で、ちょっと向こう側も行ってみましょうか。向こうにあるのがよく聞く赤レンガパークがある方で、ほらちょうど今軍艦が見えてますね。船が見えますね。あの飛行機を飛ばす船みたいなのもカメラで撮ってみたら見えました。ぐるっとこんな感じで展望台の中はねこんな感じです。ここでね海事カレーっていうのは食べれるみたいで、食べようと思ったんですけど今日はね海鮮丼を食べたいのでちょっとやめときます。でもねこれ眺め絶対いいでしょ、ほらめっちゃ良さそう。そこでこの舞鶴湾を見ながら食べれると、で中もね涼みながら食べれるみたいでめちゃめちゃいい。あとこのセミの鳴き声ね最高。はい、という感じでね、いろいろ今からね行きたいところがまだまだあるので、ちょっとここはもう少しゆっくり見たいですけど、次のスポットに行きたいと思います。看板どこにあるね。うわすごいいい匂い。はい、トレトレセンター、舞鶴のトレトレセンターに来ました。ちょっとあれやっとこうか。どうも、関です。皆さん、あれはカジキマグロ、ハマチ、カマハギ、ソザエさん、これはもう食べれるやつじゃないですか。よく食べられたりもできますよ。あ、ありがとうございます。あ、焼いてくれるんですね。でっかいのこれ。牡蠣がね、すごい。ね、美味しいですよ。なるほど。それにしてもらおう。ここは干物ね。そうですよね。これも美味しそう。このイカゲソね。イカゲソ。ちょっと2本じゃあ。2本。はい。あ、その大きいやつ美味しそう。それ以上で美味しいか。うん、それで何分ぐらいできるんですか。大体10分15分ぐらい。ちょっと見ときます。このエビは美味しいですよ、ね、なんか普通よりちょっと甘いエビよりもっと濃厚で甘い太みですよね、はい。これも刺身で食べれるもんですか。舞鶴だけのエビでね、はい、都会には出ません。そうなんや、そういうこと食べたくない。もう車の中で食べるのそのままでいいです。はい、すみません、ありがとうございます。いただきます、はい、こっち食べよう、食べちゃうね。おクソうまなんで塩でもいけます。あ、じゃあ家に帰って塩つけて食べたいので。はい、何もかけず入れときます。じゃあ、これを3本ください。はい、ありがとうございます。いや、はい、こんな感じでうますぎたんで家用に買い足してしまいました。はい、ということで急いでまた次の目的地に向かいたいと思います。まあ、ちょっとねこれまっすぐ走ってるだけなんで、ちょっとこのカーブで見えるかな。めちゃめちゃ日本海がきれくて見えないか。ここか。あ、左、あ、今右か。右に見えてるのが日本海なんですけど、めちゃくちゃいい景色ですね。よいしょ。はい。という感じで今海岸線を走りながら次のスポットに向かっております。ちょっと写真だけど残念。早いね。残念やね。うん。残念ながら本日は終了しましたになっちゃってました。残念。先並んでたとこ行ってみよう。23組待ち。うわすごい、飛んでるわ。行きたかった食堂も、もう一つの、海鮮丼屋さんも今日平日なんですけど、まだやっぱりね夏休みっていうことでね、食堂の方はもう品切れで終わっちゃいましたっていうのと、あと海鮮丼の方がねやばかったですわ。23組待ちぐらいで、一応1時半までラストオーダーで記入してくださいっていうのは名前を記入したらいけそうなんですけど、ちょっと時間もったいないのでやめておきます。もう一つね、このフォトマートっていうのはここにあるんですけど、ここの中でもなんか食べれそうなんで、ほらなんかこの炭火焼きっぽそうなんで
ここで食べたいと思います。中入ってみよう。はい、っていう感じでね、まずちょっとここで見つけた海鮮丼屋さんでこれを食べて、あとでまた居場所があったらもう一回海鮮丼食べたいと思います。いやー、この金を動かして、よっよっと、いや、そしてちょっとタコも食べたいと思います。ついた醤油につけていただきます。あのね、ごちそうさまでした。お取り寄せるとかった。ごちそうさまでした。じゃあちょっとね、もう一個行ってみたいところ行ってみたいと思います。今さっきまでね、1、2、3組ぐらい並んでたんですけど、今だいぶ空いてきて、ここは穴場ですね。海鮮山鮮、海鮮山鮮というところに来まして、であと2組ぐらいで入れそうな感じです。この宮津丼っていうのと、ちょっとまかない丼っていうのが気になったから、これを注文してみました。はい、はい、いただきます。いただきます。よいしょ、来ました。こっちが宮津丼で、ね、こっちがまかない丼です。いただきたいと思います。タイですか？鈴木です。あ、鈴木なの。黒鯛と、これ黒鯛、この辺り、これが黒鯛と、ね、このサワラが入ってたのとで、この青モンが大力って言ってね、カンパチの小さいやつになるんですけど。カンパチ、はい、ありがとうございます。いただきます。うまっ、プリプリ。サワラ、サワラ、サワラ食べます。美味しかったね。ごちそうさまでした。食べました。名前忘れちゃった。海鮮山鮮さんで海鮮丼いただきまして、お腹いっぱいになりました。よかった。ここなんかいい道でしょ。こんな感じで。はい。じゃあね、次の目的地に向かいたいと思います。宮津さんのピオーネ、これを一つ買います。ブドウが僕大好きなので、ブドウを買って帰りたいと思います。ソフトクリームのメニューソフトクリームこちらのミルクとほうじ茶になります。ほうじ茶のソフトクリーム一つください。はい、ありがとうございます。420円です。お待たせしました。ほうじ茶ソフトクリーム食べたいと思います。今からね、今日のほぼほぼ最終目的地であるこの天の橋立をね、またのぞきっていうの、ケーブルカーに登ってまたのぞきをしに行きたいと思います。で、今からはこの観光船乗り場に来て、次3時半なんですけど、観光船に乗って、今ここにいるんですけど、ここからぐーっとこの観光船で行って、笠松またのぞきしてるわ。笠松ケーブルカーにぐっと登って、まさにこれをしに行きます。僕は今日はこれが最終の目的です。これがしたいからここまでやってきましたなっていう感じです。これやりたいと思います。トンビ等が食べに来ることがあります。気をつけてください。怪我をされても責任を負いかねますって書いてあるけど、怖いけど、手に食べ物を持っておられるお客様、トンビが狙ってますので十分にお気をつけください。怖いけど、これやってみたいと思います。
誠にありがとうございます。大切にちなんで髪髪を後に炎の星立てを設置して大変好評を博しております。選出アーズ2の3度とこれより笠松の麓一宮へと向かいます。一宮から歩いて5分の中駅より最初成合寺へ通じております。笠松公園には日本三景の一つ天天草青少遠浅の清らかな渚が続いて夏には絶好の海水浴場として多くの人々に親しまれております。左手はるか家並みの続いております町は与謝野町左陣五郎さんの山田天の橋立ては若狭湾屋内公園の展望が頂上に、はい、ナジョーズめっちゃ見てる。あ、着いた。あそこに登るな。はい、あらかわいそうに無事到着でございます。到着しました。てか何も見てへんかったカモメしか見てない。よいしょ。はい、ということでね、今日は8月の29日、もう8月の最終なんですけど、明日からねもうずっと雨になるみたいで、今日がね最終、ちょっと青空見えてると思うんですけど、いい天気そうで、もう絶対行きたいと思ってて来ました。はい、楽しい旅行になっております。でもうすぐね、天の橋立のケーブルカーちゃうリフトの一番上に着きますので、上に着いたらまた覗きをしたいと思います。はい、っていう感じでね、ちょっと残念ながら太陽はね曇っちゃいましたけど、まだ青空がこう広がってる状態で、本日の目的地の天の橋立の笠松公園ね、はい、これめっちゃ青空綺麗、すごっ。見てこれが日本三景の一つまた受け売りの知識なんでスマホ見ながらですけど、日本三景の一つで、一つが広島の宮島で、もう一つが宮城県の松島と、あと、京都のこの天の橋立が日本三景になってるみたいなんですけど、なんかねそれはね江戸時代の初期に儒学者の林家宝が1643年に執筆した著書に記されたのが初めとされている。その後昭和27年に日本三景いずれも美しい景色である名勝の中でも上位に位置する特別名勝に指定されている。でこの天の橋立自体が海面に現れたのは約2200年前やって、これが2200年前に、要はこっちの海流とこっちの海流がぶつかって砂が溜まってたらしいで、砂が溜まっていってできたとされているらしいです。こっち側の湾ができたことで弥生時代、2100年前の弥生時代に人が住み始めて、その後は船が行き交う貿易港となったようです。見てた？伝わった？今ねもうほぼ誰もいないのでちょっと失礼されてますけど、でね、今からねこの股のぞきってのをしてみたいんですけど、直立時とは逆さに見えるので海と空が逆になって、海が空のように見えて天にかかる橋のように見えるらしいです。やってみます。で空隠さないわからんやん。なるほど、実に意味が深い。おい、俺の股を抜くない。はい、じゃあ、僕目線で見てもらいますね。いきます。こうこう、よいしょ。どうですか？こう見ないとわからないような気がするんですけどね。こう見たら海を空にして空にこう登っていくように見える。頭に血が昇りそうなんで、ね、やめときます。はい、まあ一応
また覗き達成しました。じゃあね、瓦投げをして開運の瓦投げに挑戦。輪っかを通すように瓦を投げて見事通ると願いが叶うと言われているよ。投げる際のご注意、ブレセットブレセット入れたらピアノが飛んでっちゃうってことかな。200入れます。これにします。よし、3枚しかしたらあかんの？ちゅうか全然やってなくない今日な。いきます。風がこう吹いてるからこう。2回目いきます。願ってなかった、危な、今さっきの通ってなくてよかったわ。願います。いきます、ラストいきます。ってたかった。あ、どうも。こんな感じでウッドデッキがあってスポッと出れる、ちょっと高所恐怖症なんですけどこう出たんですけど、多分ここまで出るとこの景色が一番ねいいんでしょうということで、いいですね。はい、という感じが天の橋立となっておりました。で、今一応カメラ持ってきてたんでカメラで写真撮ろうと思ったんですけど、やっぱりね記録としてはこう GoPro とかでこう動画でね、もう最近はこう動画で収めてそっちの方がなんか今は思い出に残るような気がしてて、まあ、もちろんねカメラ写真は好きなんですけど、カメラマンセッキーの動画っていう感じで言ってるので、まあ、仕事ではねもちろん写真を撮ることがメインとはなってるんですが、YouTube 上ではこの動画を回す方が楽しかったり、楽ではないんですけど、後々のね動画の編集がめっちゃ大変なんで、でこんだけちっちゃい小型の GoPro でこれだけ撮れるっていうのがねいいと思います。はい、じゃあとこの上にね願いの鐘っていうのがあるので、はい、それを鳴らしに行きたいと思います。よいしょ、これねこの鐘を鳴らして旅を締めくくりたいと思います。今回の旅で本当に一番したかったのは実はこの鐘なんですよ。さっき2人で、ね、3回ほど鳴らしましたけど、一応動画用で僕も鳴らしてるのを持ってたいと思います。めっちゃいい、いい響き。あ、またやらなあかんのか、海猫おじさん。新緑が終わってますけど、緑が綺麗な季節に来るのがいいですね。こういう場所はセミの声もめっちゃいい。ありがとうございました。これ平木動画さんの平木さんが言ってた岡山の美観地区、僕が今度行きたいなと思ってる岡山の美観地区でやってたね。これ一声100円ってやつ、これか。せや、忘れてた、うん、完全に。ビートでしたらあちらにあります。あ、向こう側で。あ、はい、宮津遺産って書いてあるんで、うん、このピント持ちをお土産に買って帰りたいと思います。今前に海がちょっと見えてますけど、このね路地からね海が見える道っていうのがものすごく好きで、次旅に行きたいんですけど、その時ね瀬戸内海の旅をしたいんですけど、その時にこの路地から海が見える景色っていうのを、まあ、写真というか動画というか収めたくて、それも次行ってみたいなっていう感じですね。帰りのカッパエビセンも買いました。これで奴らとまた戯れたいと思います。うわ、かわいいね。そうそう、これね天の橋立があるところをちょっ
とこれ今こっちかわかんないですけど、ぐーっと行ったら重要伝統的保存、重要伝統建築物保存群か何かかな、あるみたいで、ここまで行きたいなと思ってて、今度また機会があれば行ってみたいと思います。すごい夕焼けになってきてるやん、夕日に綺麗。やっぱりね、最後はね、もう波打ち際に来てこその海だと思うので、波打ち際までやってきましたけど、朝から、少し車で走ってきて、もう日本海側に来てですね、舞鶴湾の方と天の橋立方まで来て、あとは、海鮮丼を食べて、ちょっとした小旅行をしてみました。すごいね、やっぱりね、この、今日すごい天気が良くて、実は明日からね、もうずっと来週ぐらいまで天気が悪いみたいなんですけど、うまく天気がいいタイミングで来れてよかったです。はい。で、次はね、まあ反対側の、瀬戸内海の方にちょっと旅に出たいなと思ってて、ただね、ちょっとね、9月以降ね、9、10、11、12と、まあ、1月の頭ぐらいまでかなりの繁忙期になるので、そんなゆっくり時間を取れるか分かんないんですけど、あとはね、もうこの天気次第なんで、このうまく時間が取れて天気がうまくいけば、次は岡山とかあの辺りぐらいに向かっての、おそらく多分1日では無理なので、何日か泊まりがけで旅をしてみたいと思っています。という感じでね、この緑だったりとか、あの海だったりとか、青空だったりとか、少しでもこの動画でお届けできたのではないでしょうか。はい、という感じで、2022年8月29日、天気の動画でした。バイバイ。